こんにちは、瀬名助です。今回は、いやもう見えてるってって感じだと思います。もうね、大体何やるか分かってるよってみんな思ってるかもしれないです。そう、みんなの予想通り、今回も買ってきたガンプラ福袋開けちゃうよっていう、はい、動画です。で、前に上げた動画でもうガンプラ福袋を開けてるんですけど、そちらのガンプラ福袋は5000円分の福袋を開封した動画でした。はい。で、その5000円のね、福袋開けて、もう私ね、本当知らないね、モデル、知らないキットがね、入ってたもんだから、結構ね、さらっと紹介したところとかもあったと思うんですけど、コメント欄見て、めちゃくちゃついてるじゃんっていうことをね、皆さんに書いていただいて、あ、そうだったんだ。やべえってなりました。いや、別にやばくはないですけど、自分めっちゃ、運良かったんだって嬉しかったね。もうほんとね、無知って怖いですよね。いいねモデルばっかり当たったのにね、それに気づいていないっていうのはね、まあ仕方ないか。はい。いやもうほんとね、おみくじ今年の初めにね、今年の初めって今も始めたけど、初詣に行って、そこでおみくじを引いた時にね、半吉とかいうちょっとよくわかんないのをね、当てたところからしても、私は今年もついてるんじゃないかと思うようになりました。はい。いやほんと動画の中であんだけね、ブツ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 ね、ちょっと文句じゃないけど、なんか、もやもやって出たのに、まあ、皆さんのコメントのおかげでなんかね、逆に、あれ私今年もいけるんじゃねみたいな、なんか前向きな気持ちになれました。ありがとうございます。ということで、はい。じゃあね、もうみんな、中身気になってるでしょ？で、5000円分の福袋がすっごい中身良かったから、ちょっと逆に、このね、福袋、1万円分の福袋なんですよ。なので、今度ちょっとね、プレッシャーを感じてます。勝手に。誰もプレッシャー与えてないよって感じですけど、勝手にプレッシャーを感じております。ということで、もうつべこべ言わず、開けろよって感じなので、開けていきたいと思います。紐でガチガチに拘束されてるので、これを解いてやらねばならぬ。はい。ということでね、ちょっとこの1万円分の福袋、中身がね、中身っていうか HG とか RG とか、まあそういう、だいたいこんなんが入ってますよみたいなところを書いてくれてるので、じゃあそこをね、先に見ようかなと思うんですけど、重た。あれ ?5000 円の時と違ってなんか重いぞ、これ。5000円は結構軽かったんですよ。なんか、ちょっとカメラに映すために持ち上げるには結構きついレベルで重いぞ。MG が1点、RG 1点、HG が7点。点入ってます。ちょっと待って、違う、7点じゃない。MG1、 RG1、 HG1、 3個、全部で3個入ってるってことですかね。個数的にはじゃあ5000円の時よりは少ないけど、まあ MG やら RG やらが結構いいの入ってるんじゃないかなと思います。ペーネロペとか入ってたらどうするよ。なんか重いですよ、本当に。この重さね、動画で伝われって感じなんですけど、ちょっと無茶言うなんですけど、本当めちゃ重い。ちょっと体重計乗せようかなってぐらい重い。もう重さ解説はいいから、本当中身見ましょう。はい、ということで。ハサミだぜ。はい。はい、ということで、とりあえず、縛ってあった、紐みたいなのは取れました。ということで、じゃあ開けましょう。全部で3つだよね、入ってるのね。はい。じゃあ1万円分のガンプラ福袋、中身、見ましょう。イエーイ、開封ということで、ドキドキ、ドキドキ。
ちょっと笑っちゃうよ。ちょっとどういう意味かは秘密だけど、もう笑っちゃう。じゃあまず1個目見ましょうか。じゃじゃーん。144分の1、百式が出ました。イエーイ、百式イエーイ持ってる。イエーイ2個目。いや。百式はいくらあっても足りないぐらいだ。いくらあってもいいんだ、百式はね。ほんと。ほんと、もうかっこいいモデルでしょ？こんなのね、100個あっても1000個あっても足りないぐらいだよ。うん。はい、ということで、百式が当たりました。やったぜ、イエーイ。当たりだろう。でも、いや、今ね、私が、まあ、このモデルを持ってるから、ちょっとこういうノリになってるんですけど、実際当たりじゃないですか、百式って。どうですかね？私多分百式持ってなかった。普通に、やったーやったー百式ーってなってると思うんですけど、いや、今もなってますけど、今もいいってなってますけど、これ当たりだよ、これ絶対。百式だよ、だってかっこいい。ということで、じゃあ次のモデル見ましょう。いきますよ。じゃじゃーん。はい。はい。やったー、もう大好きなササビーじゃない。RG のササビー。RG の144分の1、ササビーが当たりました。やったー。やったー。確か一昨日ぐらいに買ったー。いや、でもね、ほんと、これも、ほんといくらあっても足りないと思う。だって、いや、組むのは大変だけど、ササビーね、私ね、ナイチンゲールもね、3つ4つはいるなって考えてたので、ササビーもそれぐらいいるでしょ。だって、箱で置いときたいし、パッチ組で置いときたいし、塗る用にも置いときたいし、で、塗って失敗するかもしれないからもう1個ぐらい持ってきたいし、やっぱ最低4つはいるなって思います。だから、やったー。2個目やったー。っていうことで、どうでしょう。いや、なんか、モデルのつながり的にはなんかちょっと嬉しいですよね。嬉しいというか、なんか、いいですよね。だってさ、百式が来て、ササビーが来てですよ。なんか、ちょっとテンション上がりません？福袋で、お、シャアの福袋じゃんみたいな感じになりますよね。私でもね、本当この赤系の機体、シャアが乗ってる機体っていうのがね、すごい好きなんですよね。まあ、これは本当にたまたまなんですけど、シャアが特別好きっていうよりかは本当にサザビーやらシナンジュ、ナイチンゲールっていう、この辺の機体が本当に好きなんですよね。もうめちゃくちゃかっこいいし、なんであんな神々しいのってぐらいかっこいいじゃないですか。うん、だから、ちょっとこの福袋の、このチョイス、素敵だと思いますね。ということで、シャアの乗ってきた機体が2個連続できたっていうことで、3個目の機体が逆に高まってまいりました。さあ、どうなるんでしょう。ここで機体を裏切るのか、それとも機体の斜め上をある意味、いい意味で裏切ってくれるのか、どうなんでしょう。ということで、3個目、行くぞ、見るぞ。いいな、準備はできたか。はい、じゃあ、最後の MG 行きますよ。じゃん！どうでしょう？これは多分シャアの乗ってない、乗った機体ではないですよね。てか私この人見たことないなぁ。フルアーマーガンダムって書いてました。なんかすごいね、盾がめっちゃついてますね。フルアーマーガンダムというだけのことはあって。なんかすごいですね、このガンダム。初めて見た。かっこいい。かっこいいですね。なんか本当に、ちょっと見たことない感じ。いかついなぁ、このモデル、このデザイン。すげぇ。縦こんなついてるのなんかすごいな。強そうですね、このモデル。皆さん、これはどうでしょう？はい。ということで、1万円分の福袋、開け終わりました。
皆さん的にはいかがでしたか？感想コメント欄で書いてくれたら嬉しいです。私的にはね、めちゃくちゃ良かったんじゃないと思ってます。いや、それは私はたまたまね、半分被ったんだけど、半分っていうかもう3分の2被ったんだけど、まあもともと持ってるやつと。でもそれはね、被るのはもう正直分かってたから、もう逆に2個目こういう形で手に入れれて、なんか嬉しかったって思いましたね。だって1個買った機体ってなかなかね、2個目ね、なんか買いたいと思っても、1個あるしなみたいなとこでなんかもやってするところをね、福袋でもう買っちゃったから、もうなんか逆によっしゃよっしゃもらえたぐらいのなんかラッキーぐらいのなんか今そういう前向きな気持ちになってます。はい。いやでも私的にはこれ本当外れなしだったんじゃないですか。最後の MG の子がちょっと私わかんなかったんですけど、でもすごいかっこいいモデルだったし、かっこいいし、なんかすごいいかつかったですね。いかついなーっていう強そうだな君みたいな、うちの部署来るかいみたいな、うちの部に入らないか、ラグビーやろうぜみたいなさ、なんかそんな感じだったじゃないですか。でどれもねめちゃくちゃかっこいいモデルでしたね。いやこれ当たりでしょう。いやまあ当たりかどうかっていうところの判定を、したいわけじゃないんですけど、福袋で。でもなんかやっぱちょっと嬉しいですね。え、なんかこういうくじ引きとか、なんかこういうね、楽しいですよね。何が出るかな、何が出るかなっていう、この感じはやみつきになりますよね。ああ、楽しかった。楽しかった。でもね、皆さん、まだね、2万円分の福袋が残っております。いやー、早く開けたい。もうね、福袋の、2万円分の福袋ね、ちょっとね、外の包装紙がね、ちょっと破け出してて、中身がね、チラッチラッと見えそうになるタイミングがあるんですけど、って、目つぶってます。本当ですよ。本当にね、この動画の中でやっぱり喜びを分かち合いたいので、もうめちゃくちゃ我慢してます。ということでね。はい、皆さん、1万円分の福袋の中身ね、皆さん的にはどうでしたか？私はすごく良かったと思ってます。まあ私が良かったんならね、いいんですけど、それで。なんかみんな的にはどういう感じで、なんだろう、どういう感想が出るのかなっていうのは、まあちょっと聞いてみたい。ちょっと興味がありますっていう感じです。はい。ということでね、やばい。あーもうやばい。これ絶対来年も買いに行っちゃうやつだ。もう福袋楽しい。早く2万円開けよう。2万円だよ、だって。開けよう早く。PG、パーフェクトグレードが入ってるみたいですね。じゃあ皆さん、次の2万円分の動画もぜひ一緒に中身見ましょうということで、お楽しみに。はい。ということで、じゃあ1万円分のね、福袋開封動画、これにて終了。ということでね、じゃあ次の動画をお楽しみに。じゃあ今回はこの辺で。じゃあねー。またねー。